今日はちょっとラジオのラジオ中ラジオのちょっと生放送と記録の合間にやってます。やべえ時間がない。入るかな。すいません。あ、大丈夫です。全然大丈夫です。半からぐらいにしますよ、じゃあ。大丈夫ですか、なんか。20分ぐらい。着替えてもいいですよ。もう写真撮れてますね。撮りました。はい。すいません。なんか今企画やってて、はい、アーティスト3人でこう毎日こう書を書くぞっていうのやってて、やってます。でもなんかこう慣れたお弟子さんですね。一応ね、お修理の先生の免許持ってるんです。あ、そうなんですか。へえ。やっぱお寺だから。ね。うん。そうなのかもしれないですね。うん、でもまあお寺って言ったのが別にそんなに俺はお寺さんじゃなかったんですけど。まあなんかそういう要素があるんでしょうね。それ上手ですね。そうでしょうね。つかないですかね。つかないですかね。本当とかの数とかもう絶対無理ですね。絶対真ん中からずれる。竹パピが難しい。入りましょう。おーい。でもうまそうに見えただけで大したことないですよ、本当。そうですかね、うん、いやもう慣れてるって感じですね。うまへた、うん、バランス感覚がつかめるようになりますよ。あ、奥位置ですね、うん、なんかその文字一つ一つのバランスも難しいじゃないですか。ありますよね。好きなのもすごいいい感じの。あとなんか字綺麗そうに見えないのに綺麗だとマウント取れるというか、うん、あ、たぶんあって字綺麗だったんだねみたいな、うん、なんかこう綺麗そうに見えないじゃないですか意外と、うん、なんかワイルドな感じっていうか、 なんか適当な感じ見えるのに割と綺麗っていうのを動画で載せる。